ばしちゃえ、飛ばしてこうぜ。仙台がやがに変化が起きてるけど、小さなヤッホー、好きなら結婚、結婚しないんだけど、なんかさっきなぜだろうってツイートしてたけど、アイドル側がみんなにしないんだよ、かける祭りらしい。なんか本当は多分みんなの方からもうアイドルに水かけていいみたいな感じだったらしいんだけど、愛してるの、ありがとう。次はいついますか、3日違った、3日2日なのお休み。アイドル側からお客さん側にだけ水をかけるの OK っていう投票ってことか、なんか開催できるようになったっぽい。投票ってことか、初心者になっています。だからみんなは私たちにかけられません。マジでヤッホー、結婚しないの信じられんの、現実を受け止められん。でもえぐいぐらい水かけたい。よいしょ、今おはよう。あ、でも大阪おったけど今日まで、もう帰るけど、そういえば、ハシ君でも話したい気持ちと寝たい気持ち。ヤッホー、ハシ君びっくりマークがいっぱいついてる、なんかテンション高いじゃん。何しこまで、次はいつかわからないよ、泣いたバタピー、ささがねぶそ、いいだろ、何が何が三日月のクロ、あれマジで美味しかったよ、あれ本当に美味しいんだよ、本当に美味しいの。まずちゃんこんばんは、よかったよ、あれ多分次福岡行っても絶対買うやろ、あれマジ美味しいんだよね。僕たちそろ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 とはまずね、付き合ってもないから、タモちゃん、ビエンビエンしてるじゃないの、ロンちゃん、よし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 、ありがとう、よしよしだよ、元気で働いてた、お疲れ様。このにも愛し合ってる、今週全然ねライブないよ愛し合ってたら結婚できる、すごいね。でもちょっと結婚映画の確かかわいい、ありがとう、いろいろで今月休みか、わあお疲れ様、思いが溢れて、葵ちゃん、だろうちゃん、バラピー編み込みしたい、編み込み全然できないんだよね、編み込み苦手、ちゃんの頭に編み込まれた、ロアフロのアフターをこうやってよしよしとくね、だろうちゃん、だろうちゃんの髪の毛なんであんなに強さだなって、強さよしよしとくね、あとそれちゃんあと10日か、ちょっと現実を突きつけてかもしれないよ、週間ちょっと何、じゃあ逆にだって OK してもさ、そんなの嘘やねえかよ、適当言ってやがるって思うやろ、すぐ事務所、ありがとう、持って帰るようだ、髪が OK、 噛むと髪の子を用意したいんです、でめっちゃ多かったらもしかしたらうち事務所から送るかも、に家に郵送で、でも明日もやったことあるそれ、ただちょっとな、4月5、6、7、6、7はライブがある、東京で6、1本、7、2本かな、このくらい、嘘、いや嘘じゃない、すみちやん、やっほー、なんかさっきコメントしてたオンライン、ありがとう、そうさっきリクオージ食べて、 OK、それぞれそれでめっちゃ困るよ、いただいたリクオージ、これ想定だよ、天気予報通りの天気ってことよ、リクロージさんのしずけ、さっちゃん優しそうで同部屋いいな、それさっちゃんと同部屋、ただおやすみ、かわいいよ、さささ目が合ったよ威嚇されました、うん、このアーカイブはあさってきているよ、昨日さストーリーめっちゃ見たの早かったよね、うち、いやなんかね同部屋で絶対にあげてると思った予感がしたら、すごい1分前とかに上がっててふっと見たら1分前とかに、ちょっと笑っちゃった、あまりにも思ったタイミングが一緒すぎて、美味しいだった自宅までそれあると大丈夫だよ、時間都合合えば行く、ぜひ待っているよ、あ北海道の人生だと思ってライブプロのアカウント探そうとしてまだ探してないよ、そうだ知識発したんですよね、ただメンバーが発表されてないんですけど、なんで仕事仕事と言ったら刺激が強い、あすごい今日ここのエクめっちゃ出る、巻きがちなり巻き巻きガード、エク腐っちゃう、かわいい、かわいかったね、もう一回一本なの、そうなのよ、もう一回一本なのよ、京都の素敵な女性、そう、京都の女性、かわいい部屋なんだ、
あ、この空間がやった2人でね、リクルおじさんの会したんだよ。リクルおじさんの会、そう、リクおじ会した。子供なんだけどね、リクおじのチーズケーキ買って、さっきリクルおじさんのチーズケーキ爆発してた。あ、みえそうだ、みお配信してた。あ、なんか、お疲れ。なんか痛い、肘すった。え、痛い。まだ、じゃあ石川さんと岸川前に大見町市場、ね、趣味ちゃんは元気ですか。のぞちゃんも初だった、この前。あ、好き、結婚して、結婚して、ありがとう。握りがどうしたんだい。初体験だった。北海道3日間参戦か。ああ、生牡蠣ってそんな食べる機会ない。あ、やべ、シリ起動しちゃった。リコージお姉さん、シリ、リコージお姉さんです。リコージ、まあ、リコージどうしても食べたくて、リコージを買いに行ったので、ちょうど焼きたて買えたんだけど、あのスタンプ押すさ、よく YouTube に上がってるさ、リコージのこのスタンプあるじゃん、あれどうしても動画撮りたかったのにさ、なんかお会計中に焼き上がっちゃって、ちょっとコミュ障で、あ、すいません、ちょっと動画とかっていう、ちょっとってこずって、ちょっとしか撮れなかった。一瞬でスタンプが押されきっちゃったの、悔しい。めっちゃイケメンや、マジ悔しい。すごい、全然ちょっとしか撮れなかったけど、美味しい、リコージ。今日は久々にミツアミしたんだよ。とんでもなく違うんだよ、あれはね、マジで良くない。でもそう、メイさんのポジションやったんだよね、わびさびの。いつもリコージ、くまりおみさんの作戦、リコージ美味しかった。そう、一日で凝視しないでもろて、マジでね、マジで。いや、なんかさ、すごい上げてそうだなって見たいなんて、水深水かけたいね、って思ってみた。でもあ、上がってるって思って見たら、すごいマジで一歩前とかね。さすがにこれはバレちゃうかも、見てるのって思った。疲れてないけど甘いの食べたい。いや、マジね、アイス食べたい。天才だった。やばい、リンク行ったならアウトレット、あ、そう、アウトレットあった、でっかかった。トスよりでっかいって思いながら、トスと比べんなって思ったら、ごめん。え、そうなの。大阪めっちゃ都会でびっくりした。いや、めっちゃ都会だとは思ってたけど、さ、両派はありがとう、今日は。さあ、正直言うと、もうさすがに帰った。三大都市って名古屋、大阪、東京じゃん。で、東京はもう大都会なのはもう分かってんの。めっちゃ意識取った。あ、お疲れ様だね。でも、で、名古屋行ったら、なんか、あれ？名古屋って思ったほどなんか、めちゃめちゃ大都会じゃないってまだ感じてるの、今。意外となんか福岡と近い匂いをしてたの。そのことって名古屋の人に怒られるかもしれないけどね。夏休み会ったことない。でも大阪は、あ、めっちゃ都会って思った。夏休みだったらないでしょ。あとあれだね、あれなんだ、なんなんだろう、わかんない。阪神工業地帯とかになるのかな、あれは。めちゃめちゃ工業地帯がすごかった。でもリゾート地、あれ楽しかったな。なんかいろいろ考えちゃった。それこそなんかゲームとかのシチュエーションに出てきそうな、めちゃめちゃあるびっしり詰まったとこもあったし、ああ、シェア、ああいう工場ってすごいよね。かなり頑張ってるからね。ね、一のもすごい。お疲れ様で、家や研修大さん、ヤッホー。北海道行くの家やったなんで。きらめきさん、こんばんざい。今度から買い物波動を兄さんが買ってきて、やばい、画面で切り抜きしてる自分やばい。あ、それはやばいよ、本当に。一番最後がね、大阪の、いや、大阪マジで大都会だった。でもなんか大阪の一部しか行けてないけんさ、まだ車で通ったところだって、通天閣とか見てないもん。あ、埼玉、じゃあ本当にごめんだけど、埼玉はね、あそこしか行ったことない。越谷、レイクタウン、埼玉が都会かはちょっと分かんない。これからラストの切り抜きを永遠にこすっていくやん。永遠に擦れるネタがいっぱい出てくるだろうからね。舐められてごめんって。電車が1時間に4本以上走ってるとか、とか、それはね、ハードル低い。さすがにハードル低い。1時間に4本は15分に1本なんだよ。遅いよ。工業地帯、うわー、見たい。でもあれか、ねえねえねえ、神戸からさ見える夜景って大阪も見えるよね。一回さ、神戸からの夜景を見たことあるんだよね。めちゃめちゃすごかった。なんだっけ、六甲さんかな、多分六甲さん。マリナリアホー、チケットめっちゃ手かけ。ママだけ食べられないじゃん。そうなの。まあ、あ、脇ガード、主人公がオープンマーク、そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ。
え、それこそニーヤみたいな、ニーヤの工業地帯みたいなとこあって、ちょっとテンション上がった。埼玉には池袋、違う、池袋実は東京なんや。秋野さん、ありがとうございます、来てくれて。こんばんは、のどちゃん、石川で初体験おめでとうございます。旬だったらしくて美味しかった。今旬なん？だから嫌いな、それはごめんね。明日時間とか作るね。でもね、多分ね、ないんだよね、ないんだよね。そうだな、ないんだよ。でも朝1時間だけあるから、タコせんと豚まんを食べたい気持ち。でもタコせんは、タコせんはあれどこに売ってるの？なんか豚まんとかはさ、店調べたら出てくるんやけどさ、タコせんはどこで買えるのかが分かんなくて、調べなきゃ。ちょいちょいちょっと見たけど分かんなくて、タコせん、どうしてもどうしてもタコせんが食べたいの。どうしてもタコせんが食べたい、どうしてもタコせんが食べたい。ラブタイムさん、こんばんは。雨もこんばんは。小さまなんだい。ねえ、おい。飲みに行くと電車の終電が21時は早すぎる。頑張れる？スクショタイム。いいよ。あ、待って、足しびれてるわ。足しびれてる。そうだよ。月曜日頑張ろうな。ただもう今週頑張る。ふざけて動いたので打ちました、肘を。あとね、左足がしびれましたので、体勢を変えます。かわいいよ、スクワ。めちゃくちゃありがとう。たこ焼き、たこ焼き屋さん全部買える。でもなんかさ、ククルにはないかもって話をユミさんと今日してて、どうなの、どこに、どこ行けば、どこにたこ焼き屋さん、豚まんを食べたらしい。そう、たこせんと豚まん、たこせんでもこの辺ないの。豚まんは551、551行く、わかった。そこでアイスキャン、何アイスキャン、アイスキャンデーって何だっけ。有名なん、アイスキャンデー。葵ちゃんがタコに、タコ、なんでうちがタコになりました。どういうことだ、セミちゃん。編み込みといえばジュリちゃんも動くなんて、動いた、安心しろ、ありがとう。あ、ん、よくやってくれた、タコ生み出してくれる、タコ線を閉じた食事はね、ニコニコして眺めといて。お疲れちゃん、肩痛、肩が、左肩が痛、対戦が、ね、どっかで取れる。あ、そうだ、今日牡蠣食べたんだ。初めて生牡蠣食べたっていうか、なんか生牡蠣は夏、牡蠣割るに初めて行った。牡蠣の種類あんま詳しくない。ネットの予約方法、チケットの予約、ダメだった、ネットで予約。紫外線による変色かなって疑う。タコ線、今日ね、そう、夜ご飯牡蠣食べた、へにょへにょりん、そうだよ、へにょへにょりん、へにょへにょりんだったの、昨日の夜。もうなんか、動こうと思って1時間半ぐらい動けなかった。え、家出してるかな、寝ていい、ダメだよ。え、元気になった。遠征の先輩、そう、そう、まだちょっとメンバーがね、出てないんだよね。どうなるか私たちにも分かりませんが、うーんって感じです、正直言うと。7月の感じを見ると、なんだそれ、冬の牡蠣が当たるの、まだ万全じゃない。んじゃあ寝てもいいかも。そっか、そう、8月になったらしいの。どこ行った、明日当たったらどうしよう。ちょっとさ、そう、あのね、あの、正直なことを言うと、7月の末ぐらいに会いに来てくれた方にリプ編がマジでできてなくて、本当にドキドキなんですけど、8月になったタイミングでみんなに直リプを送ろうと思っています。よろしくお願いします。長野まで来てくれね。長野はふざけんなよ、ふざけてないけど。ゆき、葵ちゃん、ありがとう。大阪にいるよ、私は今。え、だから今日は元気、だからそのチケット買わない、買ってくれると美味しいけどね。ちょっとうちが行けるかまだ分かんないから、そうやって安易に言えないんだよね。そうだから、え、売り切れそうな匂いしてる、あこちゃん。リップ変なんていらん、いらん、いらんの。じゃあちょっと変な直リップ、え、でも自己満かもしれないけど、なんかちょっとどうしてもありがとうを伝えたいのに。本当にごめんね、マジで全然できてなくて。でもさ、それこそさ、すみちゃんとかもさ、うちがいない間の都内ライブとかにさ行ってくれててさ、そう、いないのに予約をつけに行ってくれてるから、ありがとうっていう感じだからさ、本当にそういう人結構いるんだよね。そらちゃんとかもそうですね。そう、今月結構遠征が多かったんで、
いないライブに予約つけてくれてる人とかもいるからさ、そうだよ、本当にありがとう。オンライン楽一楽の参加できてないパルタ、コマちゃんリプレイしてほしくて会いに行ってるわけじゃないし、コマちゃんの頑張りでさ、うん、今でもそう、なんかせっかく言ってくれたのに何もないのもなんか本当にありがとう。なのにごめんだからさ、何もないのはごめんすぎるから。私結構長野にファンの人いらっしゃるからさ、忙しいな。明日中、明日とか、もしかしたら明後日までなるかもしれないけど、ちょっとゆっくり会いに来てくれたりとか。しかもめちゃめちゃクマちゃんフューチャー、うん、LPS のボイスが俺には分かる。そうだよね、差し支えない。もっとボール投げたい。もう投げれないとかあんのそれ。あ、種類が2個しかないけん15本計が57日だって。さっきからクマチーさんも頼んでくれたね、ありがとう。いやいレオネアバッキオ、まあちょっと体勢が安定しない。僕8月のワンマンライブありますか？ワンマンライブじゃないってやりたくて。ってありがとう。でもまあマジでその皆さんの会いに来てくれたことでちょっとだけなんかちょっとだけは嘘だな。だいぶだいぶね回復あおちゃんしたので。海賊フェス来てください、よろしくお願いします。事務所のグループさん大マジで助かってて本当にありがとうって泣いてます。みんな来てくれ、コバちゃん仲間会えた時いっぱい、会いに来てくれるのマンダリオユキ、ササガも早く呼びたい、来ていっぱい去年どうだかしよう。天才じゃん。で長野お腹鳴ってる。あれ会おちゃんリポがないよ。なぜかこれ本当だよ、本当にありがとう。みんな優しすぎてさ、本当になんかみんなに頼っちゃってるからさ、ありがとう。星見る会したい。本当にありがとうすぎて。そうでもやります。普段は夜とかなんか今日明日中ぐらいに夕飯食べて、もしすごい深夜とかに送られてきたらごめんね。みんなとちょっと違う時間軸で生きてるかもしれないので、ごめん。カムじゃなくてみんな知ってたかも、これに関して。そうちょっと違う時間軸で生きてるかもしれないので、ちょっと朝起きたらとかになるかもしれないんだけど、キャンプみたいな感じで。カナの、もう終わったん？イメちゃん、みんなでキャンプみたいな感じで。そんなすぐに売り切れないと北海道。なるほど、未知なる世界へ踏み。どういうこと？無理無理。まあキャンプファイヤーみたいなして2時に寝る。今何時？おわち、ラビだ、おわちです。やっほー。もう何も明かりつけずにあーって星を眺めて。リブのある世界線いいんだけど、リブないのは当たり前なんで。星眺めて、あと川遊びしたい。でもそう、なんかありがとうってなんかさ、それこそ配信来てくれたら配信とかで言っとるけど、山を飛ばきつつ汗だ。ちょっと言いたくて。なにこちゃん自己満かもなんか予告しちゃった。サプライズにすればよかったじゃん正直に言うちゃった。そんなことないよ全然。なお42分。あ、でも確かに2時までには降りそう。うちもリプおじさんと同等バチバチおじさんがいないからねみんな優しくてありがとう。ちょっとそんなみんな優しいみんなに頼って生きていますが、これからもよろしくお願いします。もう今後絶対誰もこのネタ分かる人いないんだけどさ、私の世界で生きちゃってる。どうしよう。まだ終わってない。あ、よかった。明日、あさってそれって雪。あ、そうなのね。ね、待って、うちさ8月の頭にさ髪染めたいって思ってたのにさ、予約取ってないよね。できないかも。それすなわち滅ぼ帰ってきたこと。あ、そう、滅ぼ返してる女やさんは。そう、でもなんか滅ぼした後にさ外されるとちょっと悲しくなっちゃう。ついてもらえるとないよな。ちゃんと悲しくなっちゃってる。あ、グランピングね。自己満で最近流行りのグランピング。やまないで、そらちゃん。病んでるって言ったけだけど、やまないで。いや、やまないでは無理だけどさ。やまないでは無理だよね。でも自分で言って、元気出してまだ心の整理が全然ついてない。8月になったから。ほう、まだそれは3日しか経ってないもの。よく俺もパオパオチャンネルにならんとならんと。いつ行くん、すみちゃん。なんかさ、いつかパオパオチャンネルって言わんかった。病んではないよ、ね、楽しそうでよかった。でもさ、なんだっけ、なんか今日生誕行ってさ、生誕行ってとか言ってるけど、なんか言ってた。
あでもね、あ、都内の2本も見てくれてありがとう。ストリーム行けてよかった。そうストリームってさ、なんか地図で見たらめっちゃむずそうって思うけど、駅行ってみたら、あれこっちって書いてあるやんってなるよね。わかるって思った。めちゃめちゃ美味しくてびっくりした。クルカメロングのかなって分かる、ね、分かる。本当に嫌だ。いや道中です、頑張ってもんだ。仙台の、そう仙台の日だ。え、だいぶ先じゃん。え、それの手前に行くの？仙台の日、そうだ、仙台から通り越していこうって言ったんだ。仙台からじゃ、東京からだ。肝試し、おでもさ、いや、フリーク現場で一番懸念なんだ。かっこついてた。地元でやったわ。そんなに？あの、こっちにおいで。すみ、すみちゃん、そらちゃん。お寺と、名前間違えた。夜になるともう真っ暗なお墓がいっぱいブワーって。頭抱えたわ。ちょっともう仙台の日のやつを読んだ後だったから。本当にごめん。あれ本当怖かった。前髪パリパリお姉さん。おじちゃん頑張って耐えてる顔。眠くない、全然眠くないよ、全然眠くない。ごめん、そらさん、ほんとごめん。ちょっと二人とも日本バイキツアーズ来てくれた中だから許してほしい。歯ブラシの中やから。ねえ、待って、左足痺れた、また。手のマークのさ、ちょうどおでこあたり。都内帰ってきたらには、瀬戸式しもらえ、瀬戸式しもらえ、絶対言うこと聞かんよ。なんかセーラーマークの月日の章じゃないけど、ただ今、人ってか、でもさ、いやでもしんどいな、趣味のことできるのはしんどいな。なんかさ、セーラーマーク見てる人、去年のなんか、か、なんか緊急事態宣言、去年一昨年だな今頃とかってさ、なんか緊急事態宣言出てみんなさ、なんか家引きこもれの時期あったやん。もうその時うちはね、こことばかりにゲームしかしてなかった。全然喉が、そうなのね、ね、好き。あ、喉が鳴った。日本マンギドツアーズって何、またあるかもしれないからね。まあ、何も発表されてないし、何もないだけど、また行えるように頑張るので、次はぜひ待ってます。オタクが嫌い、運営が嫌い、グループが嫌い、メンバーは好き。全然意味わからん。気にしてないで。ありがとう。もうだからみんな優しすぎるよ、本当に。ありがとう。露天風呂も、あ、寒い寒い寒い、この間の遠征はずらしい、ごじってるんよ。天気が冷たい中で刃ずらしちゃった。温泉所持って入って、あったかあったかさ持ってくの忘れて、ああ忘れ物だね。目をやめて起こさない。あ、それ僕と同じ状況ですね。あ、なんか先輩がいるよ。ブッもうね、ね、左足よし。もう寝る。はずらしちょっと滑舌悪かったタイプやつさえ噛まない。しかもさ、あ、でもそっか、歯ブラシはさ、歯ブラシってさ、なんでさ、昼ごなでも書くの？え、書くよね。でもさ、ブラシってさ、カタカナじゃん。不思議。これも見たことある。あ、そうなんや。次の日本もきつい。強制的に行かないといけない。それはね、来なきゃダメだよ。三日月、おでこに三日月。おいでね。疲れちゃう、うん、でも本当にめっちゃ元気なんだけどな。今は思うけど左矢印文化ってオタクとか言うよな。でもうちそれめっちゃ使うんよ。ってことはオタクってこと、多分ツイートとかのちょいちょい使ってる気がする。あとカッコ、何もない空白カッコ、あれも絶対オタクだろうって文章で分かっちゃうのやばいよね。うちっていうことをツイートしてます、よろしく。まあ、次のライブも嫌いだったらそれは言うよ。高いで、高いで、やばいね、待って、左足超しびれとる、いいけどどうしたらいい、はある、うん、超しびれとる左足が、リナちゃん、やっと、ありがとう、嬉しかった、それな、マジで嬉しかった、ありがとう、やっとって思ったもん。さっちゃん、そう、ウラナスにもなれるし、アルテミスにも、タクシーとかにもなれる。めっちゃ嬉しかった、本当に念願だったよね、ありがとう。もう一人でセラミュー、いやいやいや、これって先週と J、 あ、タイってことじゃない、違うよ、そのもう空白格好もうちが今やってるやつなんよ。ちょっとアバがなんかグループの、グループ嫌いじゃない、グループの星が嫌いなんかの、あのプロデュース的な方針ってことか。なるほどね。メンバー嫌い、今のところ、今のところ。サモリン見てみる。なんかそれ言われたらさ、うちこれからさ使うのためらいそう。でも多分もうね染みついちゃってる、悔しいな。
その左矢印とこの空白括弧染みついちゃってるのどうしたらいいと思う。どっちもあるか。ね、青いスマブラさん、ね、それは許せん。ルナか、体調が万全じゃないから寝るなら許す。ささ話ね。でもスマブラに負けるのはちょっと悔しいよ。うち悔しいです。先ほど亀様にもなれるよ。膝の調子が悪い。セアムのこと助けに行くから。うさぎ、それはサモリンで嫌いってこと。いや違うけど、サモリン言うてそんなめちゃめちゃ絡みあるわけじゃないからね。でもね、最近足がりジャパン F スキリノちゃんとか言ってるよね。そして気仙の経過すべて話したけど、そんなに8月最高いつか8月あんま分かんないんだよね。一番最初の配信ね、グループありがとうございました。そうだよ、みんなもう8月になっちゃったからね。8月もよろしく。マイプリティープリンセス何が違うか分かんない。みんなのことたくさん、でも元気そうでよかったよ。幸せにすることを誓います。いない人の話だ。みんなに8月も元気を与えるので。急にさ、なんかうちそういえばそんな顔文字上にタイトルに使ったなってこと思い出した。8月こんにちはそんな笑顔じゃないか。8月の目標、体調崩してから1秒もやってなくてもう1週間も、まあ、寝てはいるんだ。間空いちゃうのやばい、やばいね。目開かな。でもね、体調崩してるんだったらやっちゃダメだよ。腕なまっちゃうの気持ちはわかる。でもダメだよ。これも正直今わからない。興味ないし、みんなに怒られる。みんなに怒られるし、アニメ、そうだよ、ふざけすぎだぞ。わあ、シネマグラフのここぐらい殴った大天使、マイスイートエンジェル、マイフェイバリットフェイス、お天使、マイスイートハニー、すごいいっぱいいるけどあんまわからんなんか大体似たような言葉使ってるからあんまわかんないサモリの詩、それ全部覚えてるのすごいね。あ、俺のレッドドーのさちゃん、やっほー、のこないだので覚えたのかなにも聞きました。ちいさん、ありがとう。え、それさ、さっきやらんかった？1回、2回目じゃない？そんなことない気のせいも昨日の記憶かもしれん。ダメだ、1日1回かと思っとった。あ、シュプシュプ、ヤッホー、ササさんの配信が終わったから、ササさんは今枕を2つ腕の中に抱えてお目目をトロントロンさせてる。シャキンシャキンしてるもん。シャキンシャキンしてるもんしてるらしいです。してるらしいです。ムーンライダーさん、ヤッホー。名古屋は都会っぽい。なんかえ、そう、でも名古屋は思ったほどじゃなかったって思っちゃったんだよね、ごめんね。でも福岡とちょっと似た匂い感じたけど、大阪はマジで大都会だったし、あんな広い工業地帯初めて見た。ちょっとマジで初めて見た。あ、ガチであの三大工業地帯ってこんなでっかいんだって。そりゃ北九州が昔の工業地帯になっちゃうんだって。マイスイートエンジェル、マイフェイバリットフェイス、マイプリティープリティ、え、なにこれMPP だけかな、形が。やってない、やってなかった。そう見た今、デジャブかと思ったありがとう。え、のポーズ、のポーズ、のぞちゃんがいたからね、嬉しい、ありがとうよかった。もしかして僕に会いたすぎて僕の幻覚見てるもん会いたいのはそうかもね。幻覚だった。トロン川、トロントロン、もうトロンでしかないんよ。皮ついとけばササさんみたいな考え方してるよ、それは。羊数えて、多分うちが数えてもササさんは寝ないよササさん寝ました。でも多分私より先にササさんが寝るって話をさっきしてた、うん、間違いねえらしい。なんかササさんかわいい。ササさんはずっとかわいいよ。ブエブエ。なんかササさんは静止画で見ると
かっこいいもうめちゃめちゃあるけど、喋ったら絶対にずっとかわいい。朝か2日かありがとう。違います。ブエー、笹さんの鳴き声観測。名古屋を想像して終わって、それともう少しレベルを低くした長さ。でももう本当に本当に北海道の人に喧嘩売ってるんだけど、福岡を日本で4番目の都市だと思ってるから、札幌は日本で5番目の都市だと思ってるの。福岡の人は、福岡の人はね、北海道には負けないぞって思っちゃったよ。地元大好きすぎて。そう、新潟何番目だろう。新潟は26番目ぐらいでも真ん中ぐらいです。真ん中よりちょい上。政令指定都市ってそんな少ないんですか。うん、結構少ない。でも福岡に2つある。うわ、すげえなんだ福岡。福岡市と北九州市があるんで、そう、ハッシュタグ国の宝。そうだよ、さっちゃんかわいい。そう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 、かわいいのよ。かわいいし、なんか張り合われた。ありがとう。さっちゃんかわいい数字派なので、さっちゃんはかわいい力説。わかるそれはそうだよ。でもかっこいい部分もめちゃめちゃわかるけど、絶対にかわいい力説。うん、さっちゃんは24時間かわいいって言って、みんなでかわいいって。可愛いですすっぴんからお顔が出来上がってる。完璧。埼玉が一番の都市だが、それは絶対にないよし、自分もないと思っとるやろそれ俺言ってもダメよ。札幌に興味ない人だから5番目って言われてもなんとも感じ。じゃあ福岡の方が高いあれ、福岡の人4番目って思って、いつも名古屋の人とさ、え、そう、でも違うの、三大都市が東京、名古屋、大阪だから、そこの壁は破れないと思ってたの、うちら。でも名古屋見て、あれ意外と福岡と同じくらいじゃねってちょっと思っちゃったから意外と今は3番目でもいけると思った。26、47って言ってるのか。半分よりちょい下、本当だ半分よりちょい下だった。ライブ中はかっこいいでも普段は壁。それはそう。政令指定都市は20しかないの。じゃあ20番より上なんだ、新潟。うん、でもその中のうち2つあるとこって福岡以外あるんかな。大阪も2つとかあるんかな、政令指定都市。あ、でも大阪は特区なのか。何わかんないの。政令指定都市そのうち2つ福岡。ワースト1番、それはないよ、じいさま。絶対に鳥取か島根には勝てないと思う。どっちだっけ、スタバがずっとなかったけん。どっちだっけ、島根は行ったことあるんよね。鳥取ないんよね。埼玉なめげんなよ、埼玉こちらでも都会かどうかは関係ないよ、すみちゃん。埼玉かぎ歯がおる。名古屋が三大都市なら圧倒的行き、あ、でもそれはそう、東京から行きやすいのはそう、福岡と北海道にね。でも逆に行きやすいからこそさ、あれ以上発展しなかったりするのかなってちょっと思った。大阪はもうここで完結するようにできてるみたいな。大阪は2つなんや。大阪のさ、市って何があるの。大阪市と堺市、2つある。東京、大阪、福岡でイベントやるときある。確かに。でもやっぱ透明班が多いよね。透明班っていう括りがあるもん。もう神奈川3つもあんの、精霊指定都市。すごすご。ちさ、アイスありがとう。大阪市と堺市、当てたの天才かもしれん。うち全てにおいて北海道は除外されるか近いの事情に。そう、確かに北海道ね、レアかも。神奈川の3つ、横浜市、川崎市、
え、それ以外の神奈川分からんちけど、その2つだと見た。精霊してたし、ちょっと気になったけど後で調べよう。相模原市ってそんな都会？え、なんか一瞬縦になったよね今。え、やっぱ最近ちょっと勝利もおかしいのかな。今日さ、オンライン616とあのなんだっけ、ライブアートの終わった後やったんやけど、終わった後もこの久しぶりにこの横になる現象起きたんよね。うちだけかな、うちだけに見えとったらあれやけど、最近じゃなくてもショールーム常におかしい。アップデートしてないかもな。でも今しなきゃ。今何時？もう2時じゃん、ピッタってことで、ソロボチ終わろうかなと思います。ナウ天才惜しい。でも2月3日ってことだね。そのナウはおやすみなさいということで、2時にもなったんで、この世の人の全てをがおかしい。どうした、なんかあった、話聞こか。どうしたどうしたってことで、今日は配信この辺で終わろうかなと思います。明日は久しぶりにお家からのね、グリーンバックちゃんと共に配信します。よかったらルームフォローよろしくお願いします。そろそろぼちぼち、略してソロぼちおやすみ。おやすみも出てきた。しぼしぼバツありがとう。なちゃんおやすみ、あやちさんおやすみ、そらちゃんおやすみということで、また次の配信でお会いしましょう。以上、バンザイジャパン福岡県の伝道師七瀬葵でした。またねー。